Oh!
Yeah.
Oh,
Yeah.
3日で単独公演やったんですけど、それの10倍、20倍ぐらいいるんじゃない？いるいる、10倍かも。いや、本当にありがとうございます。もう、3年連続ぐらいで、サイエンスさんとか下の輩出さんとかで私にやらせてもらってるんですけど、こんなに一緒にね、楽しんでくれてる人が1年で増えたっていうのはすごい嬉しいね、やっぱりね。ありがとう。後ろまでちゃんと見えてましたけど、みんなは楽しかったですか？ありがとう。嬉しいね。はい。そうね。はい。何聞こうとするの？2024年が抱負？そう、開けたから、抱負をね。あ、そうだ、抱負やったらどうですかって楽屋で話してたよ。どう？もう忘れちゃったよ、楽しくなっちゃってね。どうですか？ジンさん。私はちょっとだらしがない生活をよくしてるので、丁寧な、葉っぱとかでも育てましょう。そうですよ、教えてるよ。葉っぱ育てたら丁寧ってわけではない。ではない。でも、手は使うから。枯らさないでね。絶対やってね。お風呂入って。はい。あ、まずはそこですね。うん。自分をきれいにして。お風呂入って。そうですよ。毎日、夜にちゃんとお風呂入る。はい、うん。はい。お願いします。はい。前は私は、やっぱり2024年2月の ZEP が控えているので、それを大成功させるっていうのはもちろんなんですけど、あのクリスマスの日に休んでしまったのが本当に23年心残りなので、絶対に来年のクリスマスはみんなと絶対に過ごしたいっていうのが本音です。すごそう。めっちゃ先だけど大事な時に休まないっていうのが体調ね、体調ね、体調ね、どうしてもね、崩しちゃうときも欲しい。そうだね、できるだけ健康でいましょう。はい、ミキはミキ SE って何か言ってた？あ、そう、SE でもいました。私ずっとね、20何年間実家暮らしなんですけど、今年も実家を出ずに実家に居座るぞー。親の爪かじるぞいろんなことにさ、気を取られないで絶対に挑めやな。はい、そしてもう一個ね、やっぱさっき前も言ってたけど、そもそもの目標としてはやっぱり ZEP を成功させることでーす。そうです。掃除やもんね。言われへんやんかもう。成功ね。成功ですよ。はい、もうね、これは一発ぐらいやから。そう、あとちょっとなんですよ。やばいね。今日だから新年明けてこんなに人来てくれて、なんか ZEP もね、まだまだチケットありますけど、ちょっとは成功の道が見えたというか、そんな気がしてますよ、新年明けて。ね、まだね、ここにいる人でチケット持ってない人もいるかもしれないし、まだ悩んでる人もいるかもしれないし、もう絶対無理して来てください。そうですよ、無理してくる価値ありますからね。絶対来てね。そのお知らせ、お知らせしますか？はい、じゃあ、はい、そもそもは来年の2月ジャックワンマンに公演が決定しております、はい。2月14日が ZEP 横浜、2月22日が ZEP 新宿、横浜の方が花見手付き、そうで、新宿の方がバンドセットで、今日新規の方のチケットが何枚か結構売れてるみたいで。そうですよ、嬉しい。新規の方は1000円で特典買えるチケット購入できるので、遊びに来てください。お願いします。お願いします。じゃあ他の詳細言っとこう。2月14のね、あの横浜公演なんですけど、こっちの ZEP では花道のセットになってて、そもそもが近くまでこう行ってね、ライブできたりする感じになっております。で、2月14ってこともあってバレンタインなので、ちょっとあんま行けないかもっていう人多いんですけど、来てほしい。行けるよ。どっかじゃないの。特に暇やって。いや、そうだね。そうだよ、そうだよ。今日来てるんだから取れるよな。暇やって。そうで、2月22は新宿、バンドセットで、初めて頑張ります。そもそもね、ロックの楽曲だから、みんな楽しみにしてくれてる人多くてね、うちら自身も楽しみですけど、はい、こちらもぜひぜひよろしくお願いします。よろしくお願いします。あれだね、新曲やるね。新曲やる。そう、あの先日リリースした、突然リリースされた曲2曲が、日和の歌詞会の無色透明が14日の横浜の方で、私が書いたノンフィクションガールズが新宿の方で、もうリリースしてるし、リリースイベントもやるんですけど、リリースイベントはやらず ZEP でお初お
時の方です、ね、そちらも楽しみにしていただけたらと思います。マイク、あとは気温にも、はい、ね、私の告知させてください。1月21日過去日曜日の昼帯に千葉県、私の住んでる千葉県で、千葉アンガーで私の生誕祭があります。今日ね、いらっしゃる方500円で来れます。私が住んでる千葉県、一緒に来て誕生日お祝いしに来てください。その生誕祭の後はアフターパーティーもね、夜あるので、そちらも一緒に一日中私をお祝いください。お願いします。お願いします。お願いします。で、はい、そして私も1月27日日より1週間後に生誕祭をやらせていただきます。私は渋谷のオーネスト、多分今までで一番大きいかなかもしれないね。そうだと思うので、あのみんなにお祝いしていただけたらと思います。ちょっと、あ、私もアフターパーティーあります。その日にしかやらないなんかやつもやるので、楽しみにしててください。よろしくお願いします。お願いします。じゃあ、今言ったね、リーベね、はい、13日と17の、あと2回しかない。そうなんですよ。ぜひ、13日はね、私は入院してまして、そうなんです、いませんが、でも見に行くかもしれないの。そうだね、行かないと行きたいんかな。そう、病院が良ければ。そうやね、ほんまに。でもね、みんなにはね、ぜひ行ってもらいたいなと思ってますので、はい、6人でもね、絶対行ってくれますので、ぜひ皆さん来てください。 CD いっぱい買ってください。お願いします。お待ちかねの私たちがべしょべしょにこねた餅を食べる回です。わお餅があるよ。セッティングされてるけど、あ、味ね、味ね、味だけ発表。オッケー。今日、それぞれで味を準備してきたんですよ。そうなんですね。みんな推しの味食べてください。なにこれ、あ、すごい。なんか急遽グッズでキモグロッケが出るんですよ。ありがとうございます。すごい。ダメですかね、これも。7種類集めてください。めっちゃ可愛い。じゃあ、開けて。よっしゃ。こっちが、あ、こっちから行こうか。じゃあ、行きますね。ケイコトコトコは？はい。ケイコトコのうんこ、あんこ餅。2024。言ったから私は今日は何も言わないからね。ちょっと水災害が起きるからやめて。うんこ食べよう。最悪。はい、こそこそ。はい。こそこそのカビ餅。イエーイ。はい。うんこの次はカビです。カビでーす。見た目カビそっくりに作ります。いや、実際に私が生やしたカビを持ってきたので。みんなにはお腹いっぱいしてもらえない。でも一応美味しそうだよ、はい、バターとのり塩なので。バターのり塩、はい、そぼがき、はい、私たちが一番おしゃれです。せーの、ドン。電子からチャオー。ガキが作ったイタリアの味、エクストラバージンオイルを添えてです。なんかイタリアのおしゃれなんで、うんこの髪のイタリアです。はい、ぜひ好きな列にお並びください。もうみんなに並んでもらっていいですか。お、食べた。うちらは衣装チェンジしてきます。じゃあみんな、うんこ食べたい人はここのですね。食べたい人はここね。イタリア人になりましょう。イタリアここです。イタリアは粉チーズ、醤油、ブラックペッパーみたいな感じで。だから今、酒井さんからクリスマスプレゼントもらいました。イエーイ、ありがとうございます。じゃあ良くなった気がするらしいよね。